本日もガジ鉄チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。さてこちらの地方私鉄風の小型レイアウトも制作もいよいよ大詰めです。前回ですね、小物類の配置をしてレイアウトの方だいぶ完成に近づいてきました。今回はですね、このレイアウトはさらに作り込んでいくべく、まず駅の横のこの空き地の部分ですね、ここの処理と、あとはまあ道路に電柱を立てたり、あと人形を立てたりして、レイアウトの方、9割方完成まで持っていきたいと思います。あまりね、レイアウト、私の性格上ね、作り込んでいくっていうことはまあしないので、まあその9割方の完成の状態でね、レイアウトの一旦、制作の方終わりということで、まあ今回の動画でね、こちらの方、完成を迎えたいと思いますので、また最後まで動画のご視聴をお願いいたします。まずはこの駅の右側のこの空き地部分ですよね。ここ、制作中も最後までどうするか悩んでいたんですけども、結局ですね、いい使い方が見つからずに、こちらの、まあ、ジオコレのね、黒松、ちょっと映んないかな。はい。これを植えて、まあ、簡単に終わらせようかなと思います。ただ、これを植えてもですね、この入り口にかかるように植えるので、この右側がまだ余るんですよね。そちらはやっぱり、まあ、何か建物が建っていたけど、建物がなくなってそのまま空き地のまま放置されているというような、まあ、そういう状況になるかと思います。ではね、まあ、まず一旦この黒松の方製作をして植えたいと思います。とりあえずですね、電柱を1、2、3本立てました。電柱があるとないとではね、結構この町の密度も変わってきますよね。建物を置いただけとはかなり違って見えてきたかなと思います。そしてですね、今ちょっと見えてるんですけども、人形の方も少し配置をしてみました。まあそもそもがね、ローカルなレイアウトなんで、そんなに人の密度も高くないんですけども、まあ駅を待っている高校生とかね、地元の方が数人いるような、まあそんな街になっています。そして駅のこの空き地の部分に置く松なんですけども、先ほどのジオコレのね、木のパーツ、骨組みだけこう作りました。これでね、ちょっと雰囲気を見て、まあ、このね、駅舎に少しかかるぐらい、まあ、こんな感じでね、まあ、駅のこのシンボルツリー的な感じ。どうかな？ホームにこう垂らした方がいいかな。こんな感じでね、ホームの入り口に向けてこう、松が、垂れてるような、まあ、そんな感じもいいですよね。まあ、こんな感じで、ね、ちょっとね、この後、葉っぱを、スポンジの素材なんですけども、つけていって、配置したいと思います。先ほど作った松は、このように駅舎の横に植えてみました。ちょうど駅に、ホームにね、登るときにこの木があって、影になっているような、まあそういう風景を再現しています。さあ、地方私鉄の小型レイアウト、完了しました。まあね、完成というと、まだまだ作り込める余地はたくさんあるので、ここはあえてですね、完了という言葉を使わせていただきます。まあこれ以上ね、まあもう作らないという意味で、こちらの小型レイアウトの方は、制作これで、まあ、完了ということで、この後はね、車両の方、いろいろ走らせていきたいと思います。今回ね、このレイアウト、まあ、完了して、車両走らせるために、鉄道コレクションの、ことでんの1200型幸せさん、コンピラ3号と、まあ、予鉄のね、700型のこの新しいオレンジの方、ちょっと用意してみました。このね、2種類の方、これからレイアウト、走らせていきたいと思います。ではね、まずは、幸せさん、コンピラ3号の方から走らせていきたいと思います。まあ、こちらのレイアウトね、作るきっかけになったのも、こちらの幸せさん、コンピラ3号を買ったことによるので、まあ、この車両をね、走らせるためのレイアウトと言っても過言ではないでしょう。
はい、というわけで今回のこちらの地方施設の小型レイアウト制作機、お楽しみいただけましたでしょうか。最後にですね、琴電と伊予鉄の車両それぞれ走らせて楽しんでみましたが、やっぱりこういう小さいレイアウトね、眺めながらゆっくり過ごすのいいですよね。こちらですね、最後走らせた伊予鉄なんですけども、決してミスって一両走ってるわけではなくて、まあ、朝のね、700系の炭鉱の回送シーン、これをまあ再現してみました。まあネタみたいなものですけどね。はい。ではですね、次回、また新しいレイアウトの制作の方考えております。企画がね、固まって出せるようになったらまた動画の方アップしていきたいと思いますので、次回の動画をお楽しみに。